こんにちは、林もふるんです。今日はですね、12月31日大晦日になります。で、最後の動画になるんですけど、まあちょっと手帳を触りしてみようかなと思ってます。で、クリップブックメインが多分すぐ使うのがクリップブックと、そうですね、マークスと、このミニロック、中ってなった。で、ちょっと中身を整理していきましょうか。よいしょ。クリップブックなんですけど、あ、もうこれか、やったやつ。31日まですること、これも無理。これやった。階段と門は掃除した。換気扇の汚れは今旦那さんがふんふん言いながらやってくれてる。自分の部屋掃除やった。机を白くするはまだやってない。仕事というか原稿持ち込み用ネームまだやってない。漫画の下書きまだしてない。コミケ準備終わった。ポスターイラスト終わったディバイダーのイラストまだ描いてない。ラム先生の誕生日用イラスト終わった。で、これだけ終わりました。で、まあこれは無理ですね。31日まですることっていうのは無理なので切る。で、これは来年ですね。来年に続きのやることリストなんですけど、で、次、これ持ち込む、あ、これだ、これはですね。で、なんかもう付箋もなんかなくなっちゃいそうなやつが、なんかあとちょっとしかない。これなんです、ライフプランなんですけど、ね、2020年漫画家再デビュー、ダイエット成功とか言ってるけど大丈夫なのかしら。だって再来年には連載持って結婚式するらしいですよ。そう、5年後には漫画家アニメになってなきゃいけないんですよ。どうしよう。無理、まあ、今のところ無理。であとは今年の、あ、来年か、今年じゃない、来年のマンスリーを知ってもらったので、それにいろいろもう書き写していっています。そう、コミケの次のコミケが夏じゃないので、春コミになるので、オンラインの申し込みが7日、8日って書いてあるけど7日だな、7日だ、間違えた、オンライン申し込み7日。よいしょ。本当にこの修正テープ使いやすい、もう、ね、絶対おすすめです。絶対おすすめです。でも相性あるでしょうけどね。コミケ98、オンライン申し込み、指名切り日ですね。どっかで秋葉原行きたいんだけどね、まあ、とりあえずこれはいいかな。汚い、よいしょ。あとは片付けのところと、随分紙を減らしたので、パンパンならなくなりました。これもやってない。あとは、そうですね、こんな感じでこれは終わります。なんか書かなきゃいけないことあったかな。待ってくださいね。
そうか。あれ、新しいで。ネーム考える。コミケ申し込み書2月9日までに3本アップ。なんだろう、何を。ネームネーム2月9日、なんだろう、映った。9日まで3本。で、はい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 、ギャ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 、で、書く、2日天気だったら机をする。このままかな。と、美容院の予約、何もですかね。まだ今のところ全然予定は入っていないんですけど、こんな感じになりますですね。ですね。あとはですね、マークスの手帳なんですけど、これね、新しくしましたよ。新しくして、ほら、まだ何も書いてない。で、今までこうタイムスケジュールというか1日の時間でスケジュール管理したんですけど、結局それだとなんていうのかな、バーチカルにしちゃうとその通りやらなきゃ厳しくなっちゃうので、やっぱり前のように やらなきゃいけないことリストをこう書いていって、例えば書いていっちゃうかな。ちょっとまだこっちが厚みがあるので書きづらいんですけど、1日、そうですね、明日は初詣に行くっていうのを、例えば前の通りに書くとドットペンでチェックを入れて、初詣、初詣に行くとか、年賀状来たら書くとか、そのやることリストにした方が良いのじゃないかと思って、初心に戻ることにしました。年賀状、こういう使い方の方がね、絶対楽っていうことが分かったので、年賀状が来たら書くと。そうですね、明日はメインは初詣になるので、福袋は買いに行かないしな。ちょっとね、コメダコーヒーのコーヒーチケット欲しいんですけど、他のがそんなにコーヒー豆とかそんなにいらないし、なので多分買いに行かないと思うんですけど、2日に見えてた？見えてない？あら、ごめんなさいね。よいしょ。マンスリーイラスト描く。のイラスト描く。まあちょっとやれるかやれないか分かんなくても描くだけ。
やるとか決めといて、で、なんだ、机を、これは天気次第。あとは3日4日使わないけど2日、どうだろう、ちょっと一応予定だけ入れたい。ちょっとこの休みのうちに秋葉原に行きたい。3日4日5日は全く予定がないんだよね。で、7日にコミケオンライン申し込み締め切りっていうのがあるので、それをちょいちょい、じゃあコミケ98かオンライン締め切り、それも書かなきゃいけないのな、大変で、皆さんどうでしたか今年は、ね、いい年でしたか。私はどうなんだろう、でも頑張った年かな、すごい。漫画、漫画一生懸命、あら抜けた漫画一生懸命描いた年でした。クリニック、なんか来たな。クリニック、十字、これは外せない用事だけは絶対書いてる。で、手帳ミーティング、十字か。クラスね、こんな感じ、まだ予定がガラガラなんですけど、これから少しずつ入れていこうかなと思ってます。ちゃんとそのなんていうかな、1月から4月、5月から8月、9月から12月ってこう3分割にとこうインデックスをつけてやるようにはしてます。あとはね、そうだな、あんまり工夫はしてないんですけど、カバーつけたんでここに絵を入れたいなと思ってんですけど、まだ全然何もノープランで、ノープランですね。あとはこんなもんかな、終わりました。で、来年なんですけど、来年はそうだな、手帳のグッズを作りたい。あとネットプリントできたら新春、ごめんなさい、年明けてすぐちょっと原稿を書きたいなと思ってます。休みのうちにちょっとやれるようにしようかな、一発。今年はもう無理でしょう、1日。まあ、ネットプリントの原稿をかけたら書くにしようか。で、できなかったできなかった、別にそんながかりしないで原稿を書く。そうですね、年明けてから何日かしてからちょっと配信できたらいいんですけど、こんなもんですね。よいしょ。で、これで一応1月の
おおよその予定を書き込んだだけ、大して予定なんですけど。さて来年はどんな年になるか、もう漫画で本当なんとかしたいです。なんか手帳もなんかやりたいんですけど、それより漫画でなんとかしなきゃいけないんで、来年はもっと頑張ろうかと思います。なんか来たカカオトーク別に見ないね。結構その漫画描かれてる方も見てくださってるみたいなんで、漫画ものこともちょっとやりたいし、まあ、手帳もやりたいし、両方頑張れたらいいなと思ってるんですけど、うん、まあちょっとどこまでできるかわかんないんですけど、まあ今年よりは去年よりは今年よりは来年で頑張れたらいいかなと思っておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。なんか昨日コミケがあって、30日でコミケがあって、例も行くまでって準備して、それでもうさあやるぞっていう感じになって、もうなんか準備が終わった瞬間に疲れがどっと出てしまって、なんか全然あんまりなんか何をしてたか記憶にないんですけど、エゲレスの子から連絡が来て、メールで来て、それで取材じゃないですけど、なんかドキュメンタリー、いろんな人のドキュメンタリーを撮るっていうことで取材を受けたんですけど、まあえれ緊張しましたね。カメラ目線でお願いしますって言われても、そのインタビューしてる方の人ばっかり見ちゃって、結局なんか目が泳いじゃって、なんかこの本同人誌の内容を教えてくれって言われて、そんなぶつけ本番でそんな説明できねえよっていう感じで、なんか意外と自分の物語って説明がうまくできないな、これはまずいと思っていたんですけども、もう今度はないでしょうけど、そんな取材なんて、もうなんか、まあ、人に聞かれたら説明できるようにはしなきゃなと思って、なんかただ好きで書いてるだけだったんで、意外に自分の作品って説明ができないもんだなと思って、結構なんか自分でびっくりしたんですけど、説明がつかなくて、で、まあ、そのためにすごく見栄えを良くしなきゃと思って、看板はお友達が作ってくれたりして、結構すごく見栄えが、電光掲示板ってちっちゃいやつがあって、それ旦那さんが作ってくれて、 でかいポスターも貼って、結構ね昨日のコミケは見栄えが良かったなっていう感じがしました。とても面白かったし、いいもんたくさん買えたし、いろんな人が遊びに来てくれたりで、うん、楽しかったです。また今度は春なんですけど、よかったら皆さんもぜひ遊びに来てください。コミケね、来るの大変でしょうけどね、人がいっぱいでね。なので来年はまたより一層頑張れたらなと思ってます。なんか話が長くなっちゃいましたけど、またね、動画もなんか1000人目標っていうのを今一生懸命頑張ってるんですけど、その1000人をもし万が一超えた時の目標が今どこに今度行っちゃうんだろうと思って、1000人でもう落ち着いちゃったらそれで終わっちゃうのも寂しいなと思って、そしたらまあ次は例えば2000人になったら今度3000人目標にしたりとかしたいですね。まだ1000人いってないから、まだ そこまで考えてないんですけど、どうしたら動画も面白くなるかなっていうのを今すごく考えていて、それをまあ手帳のことも書き、まあ、やりたいし、まず漫画で頑張らなきゃいけないんですけど、 YouTube もやりたいですね。この3本セット、
3点セットで来年はもっと頑張りたいなと思っているので、そうですね、なんかもうちょっと話がまとまらなくなってきたぞ。頑張りたいと思っているので、まあね、まあ見てもらえたら、一人でも多くの人に見てもらえるように頑張ろうかなと思って、そんなその自分のやりたいことで人がたくさんもし見てくれたらいいなと思ってます。来年はね、ちゃんと自分の喋ったことに下に字幕を入れてみたいなと思っていて、できたらまあ英語も訳入れてみたいなとちょっと思ってみたりしているので、まあよろしくお願いします、来年もね。というわけで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。まだまだ何時間ありますけど、ね、体調に気をつけて良い、大晦日をお過ごしくださいます。というわけで林モフルン今年最後の動画になります。また来年もぜひ遊びに来てくださればと思っていますので、よろしくお願いします。では皆さん良いお年を。林モフルンでした。バイバーイ。